今日はラーメン屋がスーパー簡単に作れる担々麺を教えましょう。皆さん作ってみてください。担々麺、今から僕がすごい簡単なやり方で担々麺作ります。めっちゃ美味しいんでやってみてください、家でも。はい、まずはい、まず準備するものですね。ミンチ、これ合いびきのミンチ今日準備しました。2人前作ろうと思ったんで 200g ちょっとです。合いびきのミンチ、国産の買いました。はい、で次すりごま、すりごまなんですけど、すりごま買ってもいいし、ごまドレッシングでもいいと思うんですけど、僕は今日作りました。ごまを入れて、ごま油、油を適量入れて混ぜるだけですりごまできますんでね。はい、今日これ使います。で、あともやし、あ、すいません、すりごまじゃなくて練りごまです。お願いします。はい、すいません、指摘受けました。はい、はい、次もやし、もやしですね。で、チンゲン菜とかああいう青いやつを準備しようと思ったんですけども、男の人だったらそういうのめんどくさいと思うんで、もうもやしだけでいいと思います。あとひき肉を、で、2人前で 200g ちょっと入れるんで、たっぷりなんで美味しいと思います。で、あと麺、麺はお好みの麺やってください。今日店のが残ってるんで店のでやります。で、あと味噌、味噌ですね。で、あと砂糖、砂糖、もうネギは別にあってもなくてもいいですけど、ネギも準備しました。で、あとごま油に、甜麺醤に、ラー油に、ガラスープの素に、豆板醤に、塩コショウって、いろいろあります。醤油もありますっていう感じ。もう始めましょう。はい、行きます。はい、まず担々麺といえば肉がいりますよね。じゃあ肉から焼いていきます。もう男の料理なんでね、全てアバウトでいいと思います。全部いきましょう。量結構あるねこれ。はい、で、ここで入れるのが、まず甜麺醤大さじ1杯ぐらいでいいと思います。大さじ1杯って言っても俺の場合は適量、こんぐらい。 OK、 はい、 OK、 はい、こんぐらいで、これで、はい、次醤油も大さじ1杯ぐらい。はいね、はい、で、次砂糖も大さじ1杯ぐらい入れてください。もうこういうのはね、大さじ1杯入れるって言うんですけど、好みなんで、僕はあんま砂糖好きじゃないんで、実際のところ大さじ1杯も入れないと思います。こんなもんで、これで混ぜて焼いてあげます。あともう焼くだけです。で、ここに僕はここに殿下の宝刀、ウスターソース。これを若干入れます。これ入れます。僕はだったらね、もっともっと美味しくなりますよ。コクが出ますよ。あ、ごめん、オイスターソースですね。これでしっかり味つくんでね。はい、もうこれもうしっかり味が濃いひき肉ができますんで、もうね、入れたいものを入れればいいと思うんですよ。言ったら僕別にこれにニンニク入れてもいいと思います。これにちょっとだけ、これもう絶品ガリュー、ガリュー。料理なんて美味しかったらいいんですよ、決まり事なんかない。はーい、焼き上がりましたね。はい、これ別皿に移します。次スープ作りいきましょうか。2人前なんで、まず 600cc の水を入れてください。はい、 600cc ですね。はい、 600cc 入れます。僕は濃い味が好きなんで、味噌たっぷり入れてください。はい、味噌準備してます。これちょっと多いんで、これ多すぎるんで、はい、このぐらい、はい、たっぷり入れます。はい、味噌、はい、で、次、はい、丸鶏の鶏ガラスープの素を入れてください。はい、このぐらい、はい、OK、 はい、次、はい、豆板醤入れます。豆板醤もこのぐらいでいいかな。このぐらい入れます。 OK、 塩コショウ、はい、塩コショウ、はい、このぐらい、はい、 OK、 少々で、塩コショウだけじゃ僕は嫌なので、アラビックコショウも入れちゃいます。で、ここで味噌、はい、オイスターソースもちょこっと入れます。はい、 OK、 はい、っていう感じで混ぜます。
見てください見てください。これで沸騰させます。でこっちの次は麺を湯がくんで麺の方も沸騰させていきます。これ沸騰するまで待ってくださいね。でお好みでラー油も入れてください。ラー油ちょっと入れようかな。うまっ、めっちゃうまい。はい、それでお好みで砂糖も入れましょう。はい、砂糖、はい、OK。 ちょっとこれじゃ鶏ガラスープの素が少ないんで、はい、これで物足りない人は必殺の味の素を入れてください。僕はこれで十分なので OK です。もう味見せんでいい。はい、でこれでまずもやし湯がきます。で麺を湯がくポイントはこっちでまた一緒に合わすので、 麺はあんまりあまり湯がかなくていいんでね、さっと湯がいて用意してください。最後に全部合わすんで、はい、でこれで生麺がいいです。なるべくスーパーで安く売ってる生麺で十分です。これはまあ今自家製麺でやってるんですけども、今日はつけ麺の麺とラーメンの麺を混ぜてやってみようと思います。いきます。太麺と細麺、バッ。はーい、これは上についてる打ち粉を取るイメージでもういいです。これで大丈夫、間違いない。はい、切ります。はい、揚げます。ここ味噌ですよ。これ片面で湯がかんとダメですよ、伸びるんでね後で。はーい、はーい、はい、 OK、ね、はい、で次この麺をここに入れます。これで完成。はい、でこれで温度を一気に上げて出来上がりです。はい、これで沸騰したら完成です。こうやってしゃべりながらする系忘れとる。練りごま入れるの忘れて、もうここに入れましょう。練りごまは大丈夫です。これで練りごまをしっかり入れてください。これで大丈夫、もう大丈夫。順番なんか手順なんか守らんでも大丈夫、できる。はい、本当はねスープに入れてあげてくださいよ。はい、しっかりできるよ。はい、完成。おお、担々麺の匂いになった。はい、これで準備していきましょう、丼を。はい、できました。はい、ラーメン屋が教える超簡単担々麺完成です。もやしたっぷりやってあげて、でこの上からひき肉をかけてあげます。はい、しっかりかけてあげますよ。はい、しっかりね。はい、完成です。はい、じゃあいただきます。担々麺できました。いただきます。まずスープから。うまっ、めちゃくちゃうまい。いただきます。うまっ、うまっ、これ店で出せる。このひき肉がね、うまい。でもやしと、これめちゃくちゃうまい、マジでうまい。うまい。もう最後ね、たっぷりひき肉も残ってね。じゃあ最後いきます。はい、作り終わってる後の感想は、スープの量を300、600
700cc って言ったんですけど、あれ700入れた方がいいです。700、僕はちょっとあのいろいろ計算間違いしてました。はい、700です。そんなことはまあ細かいこと気にせんとってください。700から800入れても大丈夫です。はい、めっちゃうまかったです。この作り方で家で自分で工夫してやってみてください。はい、うまかったです。さすが松浦くん、初めてのことでもできちゃう。バイバイ。Without you.